昨日は後半でなんか無性にハマってしまったこと、ハマっちゃったことあるやつってなんかあるって言ってたら、なんか映画の話になって、それをなんかドハマりしたやつの話してたんですけど、で、まあ、それの今日は後半戦という感じの続きからやりたいと思っておりまして、お待たせしました、上がってください。あ、リリカル死んだ。ああ来た来た来た。はい、こんばんは。うん、昨日少女椿の話までしたのよ。いやでもね、あれだよあのなんか昨日さ、うんうん、明日もそう映画の話しようみたいなさ言ったからさ、ちゃんとあの今年見た、今年に入ってから見た映画ちゃんとあの、まあ、手帳、まあ、携帯につけてるんだけど、それ整理したんだよ、うん、すげえやる気満々かよマジか。あのパラサイト以外だとどれが良い感じなの？ね、有名どころで言ったら、うん、いや私多分知らないと思うけど、いや、うん、ミストってやつがあるんだけど、うん、それすごい良かった。ミスト、はあ、なんか三大うつ映画みたいな感じに言われてる、うん、うちの一つ。マジかよ。これねすごく良かった。ホラーか。そう、なんかまあホラーだからね、ちょっとホラー絶対見ないんだもん。いや私もホラー苦手だからあんまり見たくないんだけどさ。え、そのさ、苦手なのになんで見れるの？なんかホラーが描こうとしてる人間の異常性を見たいから。あー、そっちなんだ。なるほどね。なんか別に怖い幽霊とかを見てもあんまり面白くないけど、うんうんうん、人の方見てるのね。なんか、うん、人間は面白い。何、これはどう良かったの？ミストは。ミストはなんか普通のホラーっていうよりはなんかパニックホラーって言った方が多分伝わりやすいんだけど、なんかその映画の中で、うん、あらすじを言うと、はい、なんかその町に急にめっちゃ濃い霧が、うん、できてっていうか発生して、で主人公はその時なんかスーパーにいて、うんうんうん、スーパーのその中に一旦出ないでそのスーパーの中になんか避難しておくかみたいになって、そしたらスーパーの外からなんかうんうん、不気味なその謎の生物がいるみたいな感じで入ってきた人がいて、でそれをがその何かわからないからそのスーパーの外に出ちゃダメだみたいになって、でも出て行こうとする人たちとか襲ってくる生物とかがいて、それでどんどん人々がパニックに陥っていく様を描いたやつ。へえ、ほんとパニックものの要素もあるんだね。だからそうそう、なんだけど主人公は最初はすごい正しいことを言ってたんだけど、その話が進むにつれて主人公もどんどんおかしくなっていっちゃうっていう、うんうん、あとね、リアルなあれとして楽しんでるの？なんか自分もなんか昨日言っとったじゃんか、その自分もなんかの延長線上みたいな、うんうん、こうなるかもしれないみたいな、そうなるかもしれないというところの狂気を楽しんでるの か、うん、なんかフィクションとして面白いなと思ってるのがどっち？まあこれに関しては割とフィクションとして面白いって感じかな。うん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 、なるほどね。なんか、まあ、これネタバレになるから言わないけど、ラストがすごい良かった、うん、へえ。なんかすごいね、なんかなんて言うんだろう、すっきりしない終わり方なんだけど。ああそうなんだ、うんうん、そうだから人によってはなんかまあ気分悪いと思うけど、うん、だからそこがいいよね。なんかあんまりそのハッピーエンドはなんか好きじゃないから、うん、考えさせる感じで終わるの？まあ、考えさせるまでもいかないけど、なんか結構なんだったんだろうみたいな、今まで見てきた1時間ちょっとの時間なんだったんだろうみたいになる、ちょっ
ちょ、それも見たくなるじゃん。いや、見な。いやでも怖いから見ない方がいいかもしれない。いや、だいわ。いや怖いから見ない方がいいよ。本当。えでもなんかあれ、怖くない映画も紹介する。お化けみたいな、なんかそういうこ怖さ。いや、お化けっていう感じではないかな。まあお化け、初見さん。あ、そうなんだ。森之助さん、初め失礼。え、何も正体が分からない。知ってる人じゃん。人がどんどんいなくなっていく、あれすごいですよね。あの年代にあんなの作るんだよ、すげえ。ミストを知ってる人が来た。いや、ミストは結構有名だから知ってる人は知ってるよ多分。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。ちょっと嬉しいな。へえ。あのさ、怖い映画だったらさ、ちょっと進めた後、うん、あんま見にくいかもしれないから、うん、怖くない映画の紹介にする。うん、あ、いいよ、はい。お願いします。怖くない映画がいいんだ。え、できたらね。私マジで怖いとさ、もう見る意欲がね、減退するんだよね。もうなんかもう戦争に行くぐらい結構意気込みがいるというか。うん、それはちょっと意気込みすぎ。いやいや、それぐらいしないとね、もう見れないのよ。叫ぶし平気で。じゃああれ、ストップモーション映画好き？はい、あ、好き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 。教えて教えて教えて。ね、ファンタスティックミスターフォックスってやつ、はい、面白いよ。ファンタスティックミスターフォックス。お、すぐ出てきたね。何これ、キツネじゃん本当に。いや、そう、これね、あんまり有名ではないと思うんだけど、うん、ね、どっから見つけてくんのマジで、すごいね。いや、アマゾンプライムひたすら周回してるから。へえ、2009年。はあ、子供向け。いや、子供向け、これ舐めたらあかんよ。舐めたらあかん。あ、そうですか。うん、これ本当にね、いいよ。うん、何が良かったの、ストーリー。まあ話は、まあよくある感じの分かりやすい話なんだけど、うん、もしこれがストップモーション映画じゃなくて普通の CG とかで同じストーリーだったら、うん、まあ、嫌いでまではいかないけど、うん、あんまり好きじゃなかったなって思う。あ、じゃあストップモーションであることに結構意味があった感じ、リリカルとしては。うん、すごいね、ストップモーションってさ、まあ、多分撮影すごく大変じゃん、うん、そうだよね、うん、それで、まあ、キツネだから毛並みとかがその、うん、ワンカットごとにすごいちゃんと動くのとか、うわー、めっちゃいい、大好きそういうの、大好き大好き。すっごい ね、 いいね、芸が細かいだよ。あ、でももしこれが CG のアニメだったら滑らかではあると思うけど、このストップモーションならではのちょっとしたぎこちなさみたいなのは多分出ないから、それがめっちゃいい。あ、いいよね。あれ、なんでストップモーションってあんなになんかさ、いいんだろうね。ストップモーションってなんかそのキャラクターとかのさ、あの実体がさ、うん、まああるわけじゃん、撮影者の元には、うんうん、それがすごいさ、愛おしくない？あ、わかる、わかるよ、わかる。なんかめでてる感じが、映像物としてじゃなくて立体としてあるのがめっちゃ良くない？うん、うん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 、私がちっちゃい時に最初に出会った多分ね、ストップモーションね、あのね、しんちゃんなんだよね、クレヨンしんちゃん、しんちゃん、劇場版、劇場版のあれビデオ版だけなのかな、なんかオープニングがね、うん、普通のしんちゃんの曲なんだけど、オープニングが、そのだからクレイアニメなんだわ。うん、でその丸っこいしんちゃんが動いたり、ちっちゃくなってブリブリザイモンに変わったりするんだけど、なんかいつもね、そのオープニングだけしんちゃんはなんか今もなのか分かんないけど粘土だったんだわ。で、うん、なんか楽しみにしてた覚えがあるの。可愛いのよ、愛しいのよ、それこそ。あとピングとか、ストップモーション、ピング懐かしいね。ピング大好きだった。めっちゃ怖い回もあるけど、いや、ピングも粘土だからいいんだよ、あれ。ピングめっちゃ面白くない？面白い、私大好き、死ぬほど見てた。高校生の時ピングに似てるってよく言われてた。え、あなたが？うん。ピングに似てる、どこが？いや、知らないよ。プープーって言ってたの？言ってないよ。言ってたかもしんないわ。やばい、いや、言いそうじゃん、タタって。
うん、でも言ってるかもしれない、うん、なんかあとね、ストップモーション映画だったら、うん、クボっていうやつがあるんだけど、あ、海外の映画、ちょっと待って、これストップモーションなの？ CG じゃない？ストップモーションだよ。これもね、めっちゃね、完成度が高くてね、すごい。これはそのストップモーションとしての完成度だけじゃなくて、日本が舞台の映画なんだけど、そのなんか外国人が作る日本って結構中華な雰囲気とかが混ざってたりするの結構あるじゃん、はいはい、うん、あるね、あるね。けどこれは本当に日本って感じ、なんかわびさびみたいな。あ、それがちゃんと表現できてるんだ。そう、そこがすごいなと思った。まあ、ストップモーションとしても普通にクオリティ高いんだけど、うんうんうん、でもこれも普通に話の内容もいい、面白いっていうか普通に技術にびっくりする。うん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 、見応えがあるやつ見たいよね、たまには。そのなんかさ、 CG がすごいですねとかじゃなくて、うん、手がかかってるなっていうのも含めてめでたい。と関係ないけどティックね、洋画ならセブンが面白かった。知ってる？リリカル。知ってるけど見ようと思って見れてない。へえ。え、何？怖い？怖いやつ？私の嫌なやつ？いや怖くはないと思うけど。とかよ。信用ならん。怖くないよ。あれ？これは。あれ使ってる？ドライヤー。あ、うん、ごめん。結構前の映画なんだ、95年って。うわ、サスペンスじゃん。見れるかな。これも三大うつ映画のもう一つだよね。え、ほんと？マジか。うん。ダメじゃん、見ちゃう。死んじゃうじゃん。それの、あともう一個は、うんうん、ダンサー・イン・ザ・ダーク。はい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 。こう、三つが三大うつ映画って言われてる。そうなんだ。え、でもそれはあれ？世界の？まあ割と世界的にかな。うん。リリからあれなの？なんか楽しい映画はじゃあ見ないってこと？いや見るよ。本当？楽しい映画にヒット作がないってこと？ハマるやつがないってこと？楽しい映画だったらちょっと待って。うん、いやね、見てるのが偏ってるな、かなり。探さないとない。あ、本当。あ、でも明るい感じの映画で言うと、うん、まあ、楽しいかどうかは置いておいて、うんうん、マイ・インターンってやつと、うんうんうん、あと見たあ、マイ・インターンは結構いいよね。そう、アン・ハサウェイ好きだから、アン・ハサウェイが出てるとそれだけで見ちゃう。よかった。マイ・インターンめっちゃいいよね。いや、よかった。マイ・インターン、マイ・インターン見るとさ、めっちゃさ、そのやる気出るんだけどさ、全然さ行動に移せない。あ、わかる。うん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 。いやー、いいわ。いや、ね、あとね、アン・ハサウェイつながりでいくと、うん、ザ・ハッスルってやつ面白かったよ。この前見た。ザ・ハッスル。へえ、最近のやつ？うん、これ多分割と最近だと思う。ザ・ハッスル。へえ、本当だ。19。おもろそうじゃないですか。これね、最近には珍しい1時間半で終わる短い映画。え、サクッと。へえ。最近の映画長くない？長い長い。長いよ。2時間あると見るのめっちゃ疲れるよね。いやいや、5本見る人が何言ってんのよ。1日に。まあそれはそうなんだけど。まあ疲れるは疲れるね。うん、普通に見てても疲れながら見てるから。うん。疲れもね、まあ疲れるなって分かってて見るんだもんね、あなたはね。うん、めっちゃ頭使うからさ。プラダ死ぬほど見たわ。だからアンハサウェイ好きすぎて。うん、悪魔来てるの？悪魔じゃねえや、来てるのが悪魔だったわ。そう、間違えちゃった。怖い怖い、ちょっと逆だった。何言ってんの。あとね、メリルストリープも
なんだろう、はい、どうぞ。あんまり明るい映画を見てない傾向にあるな。ハッピーエンドが嫌いなんだよね、だから。まあハッピーエンドはなんかその映画の2時間の中でいろいろあったのに終わり良ければ全て良しにしてるみたいな感じがして、あんまり、まあものによるけど自然にそうなる、まあまあまあ、うんうん、のもそれでも嫌。こじつけじゃないなみたいな、ハッピーエンドでも嫌。なんて言うんだろう、マイ・インターンみたいな感じのやつは好きなんだけど、なんか私は基本的にね恋愛映画あんまり好きじゃないから、恋愛映画以外のハッピーエンドだったら、まあ、まだ許せるわ、ちょっと。あ、なるほどね。なんか恋愛映画のなんかストーリー性にあんまり価値を感じない。まあ、ストーリーねえからな別に。いや、うん、なんかそれを見せられてもなんかその別の言いたい、その映画が言いたいことは別のことだけど、それになんか男女のあれが絡んでるっていうのはいいけど、男女のあれを言いたい映画って別にあんまり興味ない。そうだね、私もそれ単体では見ないな。あんまり、面白いとは思わないかな。ティックがさ邦画を出してるけどさ、いつも普段はリリカルは洋画を見てるってこと、なんか今聞いてると。いや、私洋画しか見ないから邦画は全くわからんよ。しか見ないんだ。はあ、そうですか。多分私がアメリカ人だったら日本映画見てたと思うけど、なんか、はいはいはい、その自分が日本人だからやっぱり流行りの役者を使ってるだけに見える。なるほどね。まあ面白かったやつもあるけど、まあ映画としてそのアカデミー賞とかそういう世界で戦える映画があるかって言ったら、まあないね。あんまり日本の映画は見ないかな。アニメとかだったら見るけど。ああ、なるほどね。アニメ映画最近見た？なんか一番最近見たやつだったら、ハローワールドってやつ見たわ。何それ、ハローワールド。絵は見たことあるな。これね、まあまあ面白かったよ。でもなんかキャスティングがなんかあれじゃない？いや、まあそれはそうなんだけど、まあね、話はね、まあ感想としては全体的にあと一歩惜しいって感じだった、個人的には。そうなのか。まあちょっとあと一歩足りなくないみたいな場面が多かった。なんかさ、これもさちょっと男女の色恋沙汰が関わるんだけどさ、なんかそのあって馬じゃないけどさ、なんかそういうポジションのさかなって思う子がキャラクターが出てくるのに、その子何もしないで終わったりするのをあんまり許せないかった。あー、なるほど。結局あの子何だったのみたいな、いらなかったじゃん、みたいな。必要だったのかって。なるほどね。そういうやつ残念だよね。ちょっと惜しいよね。でもあれとかは好きだよ、あの琴の葉の庭とか。もう大好き琴の葉。あれさ40分とは思えなくない？いや本当にあれ短編なんだよ、信じらんないんだけど。もう私あれこそさ、一番すごいところ40分であれをさ語ってるところが一番すごいよ。そうそうだね。本当好き。なんかね、なんだっけ、雨がいい、まず。わかる、もう本当好き、本当好きよ。何あの美しさ。いや、あれいいよな。なんか東京が美しく思えるもん、あれ見ると。いや、私雨好きだからね、めっちゃね、いいやんって思った。ずっと降ってるじゃん。あの映画。なんかやっぱり晴れをさ、あの描きたくなるじゃん、映画ってやっぱり。でもさ、雨をまず選んでることがとてもいいし、雨の時にしか合わない、
二人みたいなのがいいし、なんかさちょっとセリフじゃなくてその主人公の心情みたいなやつがナレーションっぽく入るじゃん、はいはい入るね、それがめっちゃ好き。あーそうかそうかそうか、あれ良すぎるよなんかさあの主人公がさサボるのにさ、うん、学校を、うんうん、そのサボるのはなんか雨の午前中だけにしてるみたいなことを言うセリフがあるけどさ、うんうんうん、なんか私はそれまで、まあ、高校とかは晴れの日しかサボってなかったんだけど、うん、雨の日もサボりだしたそれ見てからうんとさ、うん、足にさ触ってさあの肩を取るシーンがあるじゃん、うんうん、あれなんかさ別にそんなあれはないんだけどさちょっとエロく見えんあのシーン。いやあれはね、すごいいいよ、エッチだよ。そうなんかさ健全なエロじゃんあれね、うん、もうほんとなんかねすごいあの見せ方ドキドキしたもん。うっいいよ、めっちゃ好きよ。なんかフォーカスしてるのが足っていうか靴なところもすごいいいよね、うんうん、うんうんうん、わかるわかるよ。もしさあれがさあのなんか帽子屋さんとかだったらちょっとダメだったよねそうあれだから足だからいいんだよね、足っていいよね、うん、いや足だからな、うん、雪の先生がさその 毎日さその会社に、会社っていうかまあ学校だけど、うん、その出勤するのにこう足を動かせないっていうところにさその靴が関わってくるじゃん、うん、いやもうなんかねいいってなるいやあれはねいいよ、いやいいよいい、うん、あれとてもいい、いいしか言ってないけどいい。なんか世間的にはさあのなんだっけ畑さん、畑さんってさあのひまわりの約束のドラえもんのね、うん、あの人ってなんかそのドラえもんでわーってきた感じだけど、私的にはあの、うん、琴ノ葉の庭のあのレインっていう曲が最後の曲なんだけど、わかるよ。それで知ったのよ畑さんを。いやあれ曲めっちゃいいよね、うん、めっちゃ良かった、まあ、あれはカバーだけどさ、うん、いやとことん雨に、ね、でもさなんかいい映画の必須条件って曲も含まれるよね。聞いたもん。であれね映画はねショートバージョンなんだわ。でロングバージョンっていうのがあって、なんか雨の多分音を表してるシーンがね、うんうんうん、そうそうそうなんですよ。今とてもいいこと言った君は。はい本当にそうよ、曲なのよ。いや曲もねいいよ、曲で締まるよね映画が。うん、なんか曲ミスったなっていう映画とかちょっと惜しい、かわいそう。なんか洋画ばっかり見てたらさその、うん、なんか同じもの日本にもあるものが出てきても外国とのその価値の差が違ってびっくりすること結構ある、うん、うん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 、例えばなんか最近びっくりしたのはなんかあのイタリアの映画、うんうん、イタリアだっけな、ちょっと待って、そうそうイタリアの映画でなんかビバー公務員ってやつがあるんだけどコメディーなんだけどうんうん、うん、なんか終身雇用を求めてなんか公務員になった人がリストラの対象になっちゃってなんかそっからなんやかんやするみたいな映画なんだけど、はあはあはあ、なんか日本だったらそこまで公務員にすがりつくやつ絶対いないだろうなって思うんだけど、うん、イタリアだと結構なんか公務員のなんか優遇があるっぽくて、うん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 、日本以上に、うん、そういうのとか見て最初なんかそのコメディって分かってみたけど全然あの面白くなくないって思ったんだけど、その背景を知ってから見た方が面白かったなって、うんうんうん、後から思った。あーなるほどね、まあ、その国のね文化がねこう知識としてないとねっていう映画もあるか、うん、なるほど。あーてか今思い出したんだけどさ、ファンタスティックプラネットって見たことある？
何それ、ファンタスティックがつくやつ好きね待って、ちょっとさ怖いかもしれないからさ、絵が、ええあのプラネット、ちょっと待って、じゃあ覚悟してみるね、ちょっと覚悟してから、え怖いの、やだよ、意気込んでから、えどんなに、結構やばい、結構やばい、いきます。いや私は最初見た時は結構嫌だった、今は大丈夫だけど。おー、目が赤いね目は赤い、ね、それめっちゃいいよ、いいの、大丈夫、これめっちゃ面白い、結構ね、えこれ映画、映画、映画、全全人類に見てほしい、73年古いね、いやこれめっちゃ面白いよ、へえ、ちょっとなんかファンキーな予感はするね、いやこれもうね、あこういうの求めてたわってやつ全部詰まってるわ、あ本当、あリリカルちょっと好きそうだね、なんかいやでも最初めっちゃ怖かった絵が、うん、え話は怖くないんでしょ、話は怖いの、話は全然怖くない、あ本当、絵が怖いだけね、慣れちゃえばいいね、うん、絵はちょっとさ不気味じゃん、うん、いや不気味だよ、めっちゃ怖いよ、うん、かなり不気味じゃん、うん、しかもねこれねなんか音はあるんだけど、なんていうの、セリフなしっていうのかな、あーそうなんだ、みたいな感じで、でもめっちゃね、あんなナレーションはつくっけな、なんかちょっとあんま覚えてないんだけど、一番最後だけナレーションつくのかな、うん、ねめっちゃ面白いからね、これ一番おすすめしたいわ、え今日言った中で、うん、マジか、わかった、見ます、うん、でも多分ね YouTube とかで調べたらね、解説動画とか紹介動画はある、なんか結構 YouTube の映画紹介チャンネル見るんだけどさ、へえ、それも結構ね見てるといろんな面白い映画見つかる、あ本当、人の紹介とか聞くんだちゃんと、偉いじゃん、いや人の紹介を聞かないと、まあ、人の紹介を聞いててもそうだけど、うん、やっぱ見たいものしか入ってこないからさ、そうだね、まあその紹介すらも見たいものを選んで紹介聞いてるけど、まあまあ、なんか前のキャスの時に一人で私が喋ってた時にさ、あの本屋さんの出会いがオンラインにはないっていう話をしたんだけど、うん、なんか今それをちょっと思い出した、うん、いやそれね、偶然の出会い、辞書でめっちゃ感じるわ、あー辞書ね、あーでもそうだよね、なんかさ今さ結構学校とか電子辞書とか買わされたりするんだけど、絶対紙の方がいいよ、うんうん、そうだね、辞書に関してはね私も紙が大好き、うん、辞書さ、うん、まああんまり使う機会ないけどさ、最近さなんか辞書になんかいろんな種類の辞書辞典、うんうん、出ててさ、その漢字辞典とか国語辞典とかじゃなくてさ、うんうん、なんか感情の辞典とかさ、 あるあるあるじゃん、もう、うん、買ったなんか、まあ、ああいうのめっちゃいい、お助かる助かる、うん、うん、すごい助かる、えそれ何に使ってんの、なんか日々の言葉を吐くときに、あこういう言葉あるよねみたいな、うん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 、まあ読んでるだけでもまあ普通に面白いし、なんかまあ語彙が増えるから、単純に読んでるだけでも、うんうんうん、自分の思ってることその出したい言葉の差を埋めるために言葉を探してるみたいなとこある、うんうんうん、それにより近い概念をね、うん、リリカルマジさ怪物になるよね将来、えどういった、いやまあいろんな意味でもう怪物になると思うよ、いや多分怪物になる人は多分もうなってるんだと思うよ、だから多分なんないよ、いや違う違う違う、リリカルはねあのね今ね怪物をね要は飼ってるのよ、うんまあ飼ってるみたいなとこあるけど、うん、で世の中にそのうちだからあなたがもっと自由が利く年になってもうわーってなった時にその飼ってた怪獣が世に放たれるっていう感じ、でもあんまりその放つことあるかな、あるよ
だって今漏れてるもん、だいぶ怪獣だいぶ出かかってる。いや今は、うん、そうそう限られた人にはやるけど、うんうん、まあ誰でも彼でも話し合いするわけにはいかないよね。いやでもツイッターでももうすでにいくらが漏れてるからね、怪獣、怪獣人が漏れてないよ。いや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 漏れてますよ、だいぶ何マイクロシーベルとかわかんないけど。いや結構健全なツイート、ね、いやうんわかる、うん、健全さはあるんだけど片鱗はあるよ、化ける。じゃあ気をつけとくわはい気をつけてください、うん、気をつけるわ。もう誰にも見せないこの怪物を隠すわでも出てきちゃうんだよな不思議なことに。また喋ろ。いいよ寝るので、はい、ありがとうございました。また喋ろって。唐突にカップルかおやすみ。